ニュージーランドの都市部から遠く離れた田園地帯。大自然に包まれて、昔ながらのゆったりした時間が流れます。季節は春真っ盛り、ミツバチも大忙しです。この大自然と現代の科学技術が融合して生まれた、他に類を見ない蜂蜜ブランドをご紹介します。蜂蜜作りは野山にミツバチの巣箱を置くずっと前から始まります。コンビタは長年にわたりニュージーランド全土の土地所有者や管理者たちと深い関係を築いてきました。そのネットワークをうまく活用し、上質のマヌカが自生している場所を見つけるのです。最高のマヌカの自生地、それはマヌカの木々本来の特性が力強く集まっている特別な場所を意味します。その一つにニュージーランドの北東中央に位置する高原があります。山や谷に囲まれたその場所は人の手が入っていない奥地で、ヘリコプターを使わなければたどり着くこともできません。この貴重な高原には手つかずの自然が息づき、化学物質や農薬などにも全く毒されていません。コンビタはそこにミツバチを放ち、咲き誇るマヌカの花から蜜を集めています。養蜂は昔からある技術かもしれませんが、ニュージーランドでは巣箱の最先端の管理システムが発達しています。特にコンビタで開発されたシステムでは、ニュージーランド国内にある巣箱3万個を一つ残らず追跡することができます。養蜂家は頻繁に現地を訪れ、全ての巣箱に対して設置場所や周りの環境、蜂蜜の集まり具合など重要な品質データを記録します。この技術によって巣箱の記録だけでなく、どの巣箱の蜂蜜がどの瓶に詰められたのかまで追跡することが可能です。だからこそ製造過程の各段階で世界の品質水準を十分に満たすことができるのです。マヌカの花の時期が終わると、蜜のたまった巣箱は蜜を取る施設に運ばれます。まず蜂の巣箱の巣板を取り出し、異常がないか十分に確認します。それから全自動で蜂蜜を取り出す装置へと慎重にセットします。これを高速回転して蜂蜜を取り出し、不純物はフィルターでろ過して取り除きます。採取された未加工の蜂蜜はドラム缶に集められ、コンビタの蜂蜜製造施設に移されます。初期のこの段階で最初の検査サンプルを取り、品質や純度、マヌカハニー独自の規格 UMF について調べます。こうした細かな分析結果に基づいて、マヌカハニーに求められる規格を高水準で満たすよう配合を決めていくのです。コンビタのハチミツマイスターの出番です。細心の注意を払い、厳しい国際品質基準に従いながら、調合のためのハチミツをドラム缶から移します。調合された蜂蜜は特別なタンクに移され、ゆっくりかき混ぜられながら冷やされていきます。蜂蜜の中に含まれる酵素を壊さないようにするなど、蜂蜜の状態を良好に保つよう気をつけます。こうしてコンビタが誇る最高に滑らかでしっかりした質感とフレーバーを備えたマヌカハニーが誕生するのです。蜂蜜がそのような状態に達し、品質管理チームから承認されると、次は瓶詰め工程に移ります。製造過程を通してリアルタイムで電子データが届けられ、製造工程と品質が記録されます。瓶詰めされたマヌカハニーは出荷前に改めて検査され、幅広い項目についてチェックを受けます。コンビタは業界最先端の検査分析研究所を発展させるために大規模な投資をしてきました。これほどの品質管理設備を備えるマヌカハニーの企業は他にありません。だからこそコンビタのマヌカハニーは高品質が保証されているのです。全てはコンビタに革新的な技術、最適な製造工程、優秀な人材が揃っているからできること。そして何よりも世界最高の蜂蜜を作ろうと惜しみない熱意を当たり前のように注いできたコンビタ社員の努力の賜物と言えるでしょう。さあ、最高の味を試してみてください。マヌカハニーはまさに自然の恵み。美味しいだけでなく、
マヌカ特有の植物フェノール成分や栄養分もたっぷり含まれています。コンビタのマヌカハニーを生活に取り入れ、健康的な一日を始めましょう。コンビタは世界最高のマヌカハニーをお届けします。